あのちゃんの歴代彼氏は R 指定のマモ、キングヌーの井口悟、そして最近話題の霜降り明星の粗品なのだ。あのちゃんは粗品にいくらまでお金貸してくれる？と聞かれ、500万円くらいと答え、これには粗品もどんだけ信頼してるの俺のことと驚かせたのだ。ちなみにナダルにも同じ質問をされ、1200円と答えたのだ。きっかけはあのチャンネルに粗品がゲスト出演し、2人が同じゲームをしていたことで意気投合したのだ。なんと水曜日のダウンタウンで再共演し、さらに仲良くなったのだ。その後、都内の個室焼肉店で焼肉デートが報じられたのだ。最近あのと粗品の電電電話がスタートし、付き合ってるのではと噂されるようになったのだ。渡辺直美のストーカーは、留守中の自宅に1ヶ月間部屋に入って過ごしていたのだ。寝ているとインターホンが鳴り、モニターを見ると茶髪の若い男が立っていたのだ。その男はドアノブを激しく動かし、独り言でいつも開いてるのにと言って立ち去ったのだ。普段なら開いているはずのドアに内鍵がかかっていて、明らかに人がいると恐怖し、近くの交番へ行ったのだ。警察が来た時にはすでにストーカーは逃げた後だったのだ。部屋はひどい状態で、警察に荒らされたか聞かれたが、もともと汚いんですと恥ずかしそうに答えたのだ。怪我とかなくて本当に良かったのだ。安子の両親は2歳で離婚し、母親と一緒に生活するのだ。母子家庭のため生活が苦しく、部費も家賃も払えない状態だったのだ。死んでいたと思ってた父とは、芸能界デビュー後に22年ぶりに連絡があり再会したのだ。安子は1年間に15回バイトをクビになったのだ。安子はもともと新人類というコンビを組んでいたのだ。その新人類の初舞台で相方に当日バックレられたのだ。安子はかまいたちの山内に似ているのだ。安子はハリセンボンの春菜に似ているのだ。本名はカノンちゃんで、とっても可愛いのだ。妹綾子は中学生の頃、モーニング娘。のオーディションに応募したが、書類審査で落選したのだ。高校3年の学園祭でミスコンのグランプリを獲得したのだ。大学時代にハモネプに参加し敗退したものの、圧倒的な存在感で会場を笑わせたのだ。妹はデビュー当時バービーとコンビを組んでいたのだ。イッテ Q の長期ロケが多すぎてコンビは自然消滅したのだ。父親は娘がコモドドラゴンに追いかけられてるのをテレビで見て初めて芸人になったことを知ったのだ。イッテ Q オーディションの面接官が今の夫である石崎ディレクターなのだ。安室奈美恵が好きすぎて本気でバックダンサーを目指していたのだ。ずっと B カップだと思っていたが、30歳でちゃんと測ったら E カップだったのだ。長澤まさみは役作りのために本当にスキンヘッドにしたことがあるのだ。小学生の頃アニメが好きすぎて大人になれないのではと不安になっていたのだ。高校の同級生に手越優也と鈴木杏がいたのだ。長澤まさみは過去に二宮和也と交際していたのだ。プライベートでは変装しないのだ。父は元サッカー日本代表の長澤和明なのだ。権中山こと中山雅史と家族ぐるみで付き合いがあるのだ。小学1年生の時、中山にプロポーズされ本気にしていたが、中山は生田智子と結婚してしまい一方的に失恋したのだ。女優になりたいことを知った生田智子がオーディションを受けるように勧め、グランプリを受賞し芸能界入りを果たしたのだ。吉岡里帆はバーでバイト中にトイレの鍵を閉め忘れ、酔った常連客にドアを開けられ、全部見られたのだ。たくさんのスプレーがついており、巨大なおじいさんがついていると言われたのだ。毎年クリスマスが空いているので人間ドックを受けているのだ。特
義は書道で、大学は書道家を目指して進学しているのだ。無類の組付きで日本組協会に入会し、名誉会員になったのだ。一つのことに集中しすぎてご飯を食べ忘れて倒れそうになったことがあるのだ。電車内で痴漢をされた時、今痴漢しましたよねと犯人の手を握り、次の駅までずっと手を離さなかったのだ。15歳で初めて彼氏ができてから彼氏が捕らえたことはないのだ。ちなみに今の彼氏は佐藤健らしいのだ。福原遥はクッキンアイドルマイマイマインのオーディションに落ちていたら芸能界を辞めようと思っていたのだ。特技はダンス、ギター、料理で左利きなのだ。いつでもどこでも寝ることができるらしく、マネージャーとの会話中に突然寝てしまうことがあるのだ。トリュフ専門店に行った時、トリュフが何なのかわからなかったので、全ての料理をトリュフ抜きで注文したのだ。好きな男性のタイプを聞かれ、ピースの又吉と答えたのだ。深田恭子のこと本当のお姉ちゃんのような存在だと思っているのだ。舞い上がれヒロインのオーディションで2545人の中から選ばれたのだ。10代の時はロングヘアーがトレードマークだったが、4月の君スピカの役作りのために人生で初めてショートボブにしたのだ。剣道小林は筋肉とのベンチブレス対決で120キロを上げ勝利したのだ。ちなみに松本人志は140キロを上げるのだ。剣道小林は高校時代ラグビー部のキャプテンだったのだ。ちなみに歴代キャプテンの中で唯一マネージャーと付き合えなかったのだ。公園で子供に向かっておいもう帰るぞとつぶやき、子供がいる感じを出す遊びを10年以上続けているのだ。美人の少し前を歩き、口パクで喋ってるふりをしてデートしてる感じを出す遊びを10年以上続けているのだ。父親は元金融機関で母親は元教師だったのだ。厳格と呼べるほど真面目な家庭に育ち、模擬試験で全国10位以内に入るほど頭がいいのだ。女性芸能人が選ぶ抱かれたい芸人で1位を獲得したことがあるのだ。あやなんはインスタのストーリーで多額の慰謝料を請求して絶対に離婚してやると芝優に対し不満を爆発させたのだ。さらにあやなんは X で長文 LINE で迫害されて私と夫を苦しめると徹夜に向けて不満を暴露したのだ。それを見た芝優が頼むからこれ以上喋るなと激しい夫婦喧嘩を X で繰り返すのだ。これを受けて徹夜が YouTube で騒動の釈明動画をアップするのだ。さらに徹夜は X でアヤナンにもうあなたと会話することは何もありませんと絶縁を強調し謝罪はしなかったのだ。同時に芝優に対しては人生で一番の親友として誠心誠意謝りたいと謝罪したのだ。壮大なドッキリ企画で会ってほしいのだ。